事前にお前写真送っといてよって言ってるやんか。送ったらこうなるか。送ってないね、いつも。ちょ待って、待って待って、16万、待って。さあ続いて、いや俺たちはなんかもうやりを高校しかないんだよ。高校でじゃあ考える時間がありましたから。だってもう、そうそう、いや俺も考えない、考えない、俺らは楽しんでた。なるほど。ただ、うん、それでは、イクミとトリちゃんの合コンで女子側が30分経っても来ない、はい、よーい、スタート。まだ来て、来て、え、連絡取ってる？作家来てないねんけど、うん、勇気の写真を送ってからさ。何何何、ごめん、もう一人誰って聞かれて、うん、勇気の写真送ってん。もうそれは顔見なの、ここやんからさ。そっから気力ない。え、事前に言ってなかったの自分。あの一緒に、うん、そのいつも仲良くしてる人が来るって言ってて、うん、もう顔はまあ当日のお楽しみって言ってんけど。え、それ聞いてへんもん。言うときよそれ。お前帰ってこやんと思うからさ。で向こうもサプライズって言って、その俺の友達も曲の楽しみって言って、うん、でお互いちょっと送り合おうやみたいな、うん、その友達がちょっと気になるからみたいな、うん、でほんまに彼氏欲しいから言うて。何笑ってんの。で送ったらこうやんねん返事。え、ないそれは俺があかんってこと。うん、そうちゃん何してんの。いや だってめっちゃ乗り気でほんま楽しみってずっと言ってたのに、うん、勇気の写真送った瞬間、うん、よく無視やで。え、何それ。え、きつ。ほんまにだ、30分来てないから。これもだって今日コース2時間コースやろ。うん、え、もう金払ってんねん、さっき事前に。気合入れて払ってくれたな、さっき。は？え、お前舐めてんの。いや、俺悪い。え、俺そりゃそうやろ、だって。は？え、なんで送っとけよ、お前、俺の情報。送ってこやんっていうのはさ。お前、これ何回目やで、お前。いや、毎回お前、俺の写真送ったらこややんけ、お前。だから事前に最初に送っとけよ、言うとったやんけ。俺、金ばっか払って、お前。いや、俺悪ないや。自分やん。まあまあ自分がさ、うん、もっとなんか魅力的になってればさ来てたんちゃう。いやだからそれ頑張ってんねん俺。だって魅力を上げるためにやっぱり俺も盛り上げよう。だ来たら盛り上がんねん。それは俺ら一番知ってるやん。それそうだから事前にお前写真送っといてよって言ってるやんか。だから送ったらこうなるか。送ってないねいつも。だからサプライズで来てくれたら良さ分かるやん、勇気。いやそうや、だそのためにどんだけお前パフォーマンスこうシャンシャカシャンシャカやってる思ってんの、うん、だから来たらみんないいって、勇気のことを絶対好きになるって分かってるから、うん、いつも誘ってんねん。すいません、飲み放題は始めますかね。あと1時間半なんですけれども。そうですね、ちょっとあの人が来なくてですね。そうですね、ただお席の時間が決まってるので7時から予約していただいて、はい、もう9時なので、はいはい、今もう7時半、はい、そうですね。何せよ9時にはちょっと出ていかないと。え、ちょっと高そうやけどさ、うん、1人何円なコース。1人4万なので4人で16万。だからもう払ってんねんって事前にやってさ。じゃあとりあえず、え、ちょっとそれはキャンセルみたいなのできます。あ、料理もうご用意してるので。え、ちょっとそうっすよね、4人分。とりあえずじゃあ、あの、ね、すいません。はい、カルパッチョ、はい、あ、ありがとうございます。4人分の、はい、ちょ、お前電話せよ、早く。あ、じゃあもしもし、ちょ、何してるの。え、うん、でもさ、写真送ったよ。いや、ボイコット、それはないわ、お前。え、じゃあお前だけでも来いよ。来させて。4万のコースらしいで、美味しいもん食べれんで。そう、しかもめっちゃおもろいね、その子。なんかお前上からのずっと面白さに対して。オッケーオッケー、じゃあまたまた誘うわ。いやいやいや、どうしても来たくないって。そんな嫌。分からん、俺はすごい素敵やと思うから、うん、俺何したらいいんじゃ。いや、顎気になってんね、顎が。ごめんごめん、ちょっともう笑ってまう、ごめんよ。いや、お前に笑われたら俺もう無理だわ、きついわ。好きやから笑ってまうねんって。なん好きやから笑うって、なんその好きを共有したってくれや、向こうに。いや、そうやほんまそうやんな。あ、すいません、はい、ババテです。はい、うわ、めっちゃ飯来るやんか、ね、食べる。こんなん2人で無理やろ、お前は。やるよ、あんな。もうどんどんコース来るぞ。ねえ、だって4万やろ、16万やろ。うん、えぐっ。もう3桁ぐらい行ってんだよ、この合コンで。マジそんな行ってる。行ってるよ。ほんま、でもほんまいつもごめん、いつもごめん。
ほんま？じゃあ俺はほんまにゆうきが幸せになってほしいから誘ってんねん。じゃあ、とりあえず人呼ぶ。あ、やばいやば、誰呼べるん？お母ちゃん。お母ちゃんやもん、ここに。いや、だってもう飯もったいないやん、ほいだら。いや、まあ確かにな。でもこんないいコースな、うん、めっちゃ親孝行やし。そやろ、うん、いや、おらんの、なんか仲いい子とか。別に恋とかいいよ。仲いい子はええけど。もう今日楽しむ。だってさ、出会い欲しくてこういう場やってるわけやろ、うん、出会いなんかってもう意味ないやんか。お前呼ばれへんしさ。なんかじゃあ考えようよ、対処法。対処法？写真送ってこうやんねやったら。じゃあもうスノーでバリバリ加工せよ。いいの？来た時に上ってならん。何なん来た時に上って。そんな化け物なん。いや、生で見た方がかっこいい。嘘やろ、うん、だからこさしたら、だからスノーでバキバキにやったらええ、うん、ちょ待って加工して送りいいの、うん、何何？あ、その友達は写真見て家やったけど、私は4万のコース食べてるから来るって。あ、呼んでる子が来るって、うん、そうそうそう。あ、ほんま。え、もう店の前、うん、あ、じゃあ、あの鳥小屋で入ってる。うん、行ってるって。はい、じゃあとりあえずその子もめっちゃ女の子知り合いおるから。あ、ほんま。あ、じゃあもうええんちゃう、その子で。そのうち、うん、か。おお待たせー。おれーす。おんばれ。はーい、こんにちは。こんにちは。どうぞ。もう16万。16万でめっちゃ。何これ、16万。16万めっちゃうまいねこれ。な。本気って何？何が本気？本気って言ってんの。本気。本気。俺ずっと本気や。本気って聞いてんの。めっちゃ本気。お金持ってるし。なあ、え、お前それだけ、お前ちゃんと見てめっちゃかっこいいの、目とかめっちゃ可愛いし。お前やめろってお前。友達なくせやろお前。友達なくせ。え、ごめん。え、食べるの今。うん、大丈夫。え、大丈夫。ちょ待って、ま、待って。え、16万。え、待って。待ってんねんってお前。いや、勇気が悪いやろ。もうごめん。終了。これ一生いけるんですよ。一生いけるよ。かったよかった。終わりに。そうなんだ。終わりに。決めが。そう、難しいんだよ。ヒューマンドラマすぎて。ヒューマンドラマすぎて。2人の背景見つけたんで。マジで。リアルすぎて。一生いけるよ。なんか、いや、まさか、いすみくんがこっちの設定で来ると思ってなかった。いや、おもろい。なんか、お互いの演技プランとかあれば。まあ、俺はもう普通に先輩で行こうかな。まあ、で、トイレ。小屋ん間をどうしようかっていう、なんかここは生まれるかなと思ったら、別にそんな仕掛けとかは、うん、ただの仲いい先輩後輩みたいな。僕はもう一つだけ考えたのが、その小屋ん理由が鳥さんですよ。それだけで行ってみたら、完全なそうやったな。じゃあめっちゃ逆切りとかしてたから。普通の友達でもあまりにもその写真送ったらとかもその場で思いついたやつがおもろすぎて。これでもやっちゃう。これさ、めっちゃずっと笑っちゃって。俺でもなんかもしかしたら育美の心が出てんのかな。いや、本当に。いや、とにかくかっこいいもん、リアルに。いや、本当に。いや、だから俺育美のやっぱ人格というか性格が出たなっつったのは、やっぱこう絶対ブスとか言わないんだよね。なんか魅力的とか、なんかこうなんかオブラートに包んでね。でもずっと後ろでね、言ったら、やっぱカットのタイミングって難しいですよ。で、指示が来て、ペイって入ってって言われて、とりあえず出たものの一生続けるね。一生続けるね。持っていけなかったですよ、最後。持っていけないというか、楽しいから、ずっと、ちょっとね、あれ難しい。どの時間で行こうかっていうな。そうなんですよ。でも正反対な。いや、でも面白かったよ。これは本気ヒューマンドラマとして見れた。ただただ気づく。これ皆さん、そのお芝居ですから。お芝居、お芝居。あれだけ聞いていいですか。ちょっと鳥ちゃんの顔見た時の人も。なんでこの女、しかもお前ここ見ながら言う。本人に向かって言わんじゃないですか、やっぱり。するやんか。俺の女友達もおもろ。あ、まあでも楽しかったですね、これは。動物ってのは両極だよな。両極だ。あくまで芝居ですからね、皆さん。芝居ですよ、本当に。もうお前何もやってないけどな。人に指示だけ出して、店員さん。監督やな。でもなんか、人来るとやっぱ盛り上がる。盛り上がりますね、やっぱ。展開できる。これはやっぱ、翼がやっぱスタンバった時、やっぱ育美が急に舵切って。シフトして。行かない。絶対こっちじゃないかな。母ちゃんって呼ばれるかなと思って。いや、そう、母ちゃん呼ばれてたから、どっち行くか。母ちゃんの傘の持ち方までしまった。一瞬でね、一瞬でね。ラストでやってた。なんだって行こうと思ったんですけど、そこじゃちょっと持ち方、変えてるね。ありがとうございます、皆さん。素晴らしい。いや、面白いな。なぁ。お前、それだけ、お前。ちゃんと見てめっちゃかっこいいの。目とかめっちゃ可愛いし。お前。